にちは、のどちゃんののんちゃんです。やっほー。今日は私のメイク道具を紹介していきたいと思う。今回はちょっと私のスタメンばっか揃えたから、どうねっと。私の性質的に言うと乾燥肌で、おメイクがこう割れやすいので保湿結構重視しています。そんな感じのラインナップ、ではやっていきましょう。まず一つ目、これがモアリップですね。お化粧を始める前に塗っています。縦じわがね、あるとね、嫌やろ。次、これ下地です。これはラロッシュポーゼの UV イデア XL ティント日焼け止め乳液。これは色があるやつですね。私は日焼け止めと、あと保湿される乳液状の下地なので、すごく活用しています。これはな、ほんまに良き、おすすめ。今度は次、これはミムラスムーススキンカバー化粧下地 SPF20BA プラプラですね。これも化粧下地なんですけど、これを塗る前にこれで鼻の毛穴を埋めます。これをしてるとファンデーションのノリは良くなります。ちょっと高いんよ。でもこれ4000円ぐらいしちゃう、こんなちっちゃいのに。パンパンに入ってるけど、パンパンに。これ使うのが1回に米粒ぐらいって言われとって、まあ、小指の爪4分の1ぐらい使ったらもう結構サラサラになるから、おすすめです。これが私の化粧下地、最近の激推し2つです。あ、次ファンデーション。ファンデーションはディオールスキンフォーエバーフリードグロー、色は 1-W。 マットもあんねんけど、私はグローの方を使ってます。まあ、乾燥肌っていうのもあるけど、やっぱツヤが出るファンデーションの方が今時っぽいし、光で飛ぶから、いろいろ隠しすぎたらちょっと今っぽくないっていうか、ちょっと昔っぽく感じるので、まあツヤでやっていく方がいいかなって私は思います。で、このディオールのファンデーションは手で伸ばしても綺麗になるけど、私はブラシがいいと思います。結構いい感じです。で、このファンデーションを使ってるので、同じ系列のコンシーラーを使った方がいいかなと思うので、ほい、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー、これも 1W ですね。このコンシーラーもすごくいいです。これめちゃくちゃ評価高い、美容家の方にもすごい絶賛してたんで買っちゃいました。これは美容成分がかなり入ってて、目の下に使っても乾燥なかなかしないし、あとはひび割れがなかなかないかな。ちょっと気になるのは、まあ、この先端が大きいことかな。このまま直接塗りたい人とかはちょっとか、感じだから、手の甲にのせてコンシーラーブラシにのせてってやると結構綺麗に仕上げます。これはマジブラシで薄く伸ばしてあげるとめちゃくちゃ綺麗になります。いえ、これは本当にセットで使うことをおすすめします。綺麗に仕上がります。ほんでやな、次これハイライトですね。3のシマリンググローデュオの1番。これはね、中身こんな感じです。お、今流行りの練りなんですけど、肌にのせるとサラサラなんですよ。だから密着するのは練りの特徴なんですけど、パウダーのハイライトみたいにサラサラになるので、後からのせるものがあんまり影響を受けないから、すごくこれはね、綺麗に仕上がります。あと自然なツヤなので、さすがスリーって感じですね。あとこっちのね、ピンクのでも色の使い方がわからんっていう人が多いんですけど、これはね、アイシャドウにも使えるし、チークにも使えると思います。めちゃくちゃ優秀じゃないですか。これはね、良かったです。次、ネイリのチークです。なんたらかんたらブラッシュ、これソーナチュラルっていう色ですね。色的にはオレンジベージュみたいな、あんまり濃くない色ですね。私はネイリチークすごい苦手だったんですよ。ボーンってついてぼかせないから。でもこれは薄めにつくし、ほんでサラッとした質感なので、あのベースに入れるにはちょうどいい感じのチークです。で、めっちゃ色が可愛い、大人っぽくて。次、これはトゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンスシェーディングってやつやねんけど、3色が入ってるやつです。この色味を見てる感じ、まあ、あんまり人を選ばない色味かなって思います。シェーディングはやっていた方が顔に締まりが出るのでおすすめします。で、眉毛はセットのデザイニングアイブロウライトブラウン系感じやねんけど、みんなが紹介してるだけだってすごく使いやすいのでおすすめですよ。大丈夫、みんな疲れてない
どんどん紹介してくれ。じゃあ次、アイシャドウはラムランドのベターザンアイズ1番ドライアップルブロッサム。これはもう秋っぽい色ですよね。いろんな色があるんやけども、これもほんまにね、使いやすい色ばっかりやし、色味が結構そんなにバーンって出えへんからグラデーションとかしやすいと思います。ただちょっとこの飛びが激しいのでアイベース使ったりとか筆に含む量とか気をつけたら全然ね、あの害なく使えるのでおすすめです。次これパウダー、はい、メイクアップフォーエバーのウルトラ HD プレスパウダーですね。これは顔全体のフェイスパウダーに使ってます。特に夏めっちゃ使いました。こんだけ白いけど顔色にあんまり関係してこないので白浮きするみたいのはなかったです。すごい油を吸収してくれてサラサラにしてくれるのでおすすめです。なるこれチークですね。チークこれもロム&です。ベターザンチーク、上が7番、下が W の3番です。どっちも薄い色味なんですけど、私は目を盛ることが多いので、目を濃くすることが多いので、チークをちょっと濃くしすぎると顔がちょっとお祭り状態になるんで、あのチークだけちょっと引き算して薄めのものを使っています。こっちの7番の方はブラウンがかってるのですごく今の季節的におすすめで、こっちのピンク色、ちょっとピンクベージュなんですけど、これちょっと白っぽいので、あの本当に韓国っぽいメイクするときに可愛いと思います。ほんならこれマスカラ3つ、上から RMK ダブルカラーマスカラ02番、オレンジブラウンです。こっちがオレンジ、こっちがブラウン。ちょっと色を見てほしい、ほんまに可愛いから。ブラウンの方が赤っぽいブラウンなんですよ。これめっちゃ可愛いから。ほんでこっちのオレンジの方がこういう色です。結構オレンジ。 RMK のカラーマスカラはね、夏にいいですよ、可愛いから。次がこれキャンメイクのクイックラッシュカールですね。これブラウンです。これ有名ですね、めっちゃ安いし600何本ぐらいで買えて、あのこんなに優秀なマスカラはないと思います。ただ長さは漏れへんし、ボリュームも出ません別に。だからカールキープに特化してるし色もつくから、私は重ね付け用に使ってます。カールキープえげつないほどしてくれるんでマジおすすめっす。トゥリン、ヘレナルビンスタイルの、コブラブラックっていうマスカラです。ヘレナのマスカラ有名ですよね。ユーコスちゃんとかこれ使ってますね。それを見ました、私は。だから買いました。色も結構濃いしがっつりつくので、上まつげの印象を強めたい時にガガって入れると可愛いです。で、これ私これ3色持ってるんですけど、今日は1色にしました。これダズショップのサパープかサバーブアイライナー、ペンシルアイライナーの、これは赤色です。赤ー、あ、折れた、クソクソがよこんな感じ、色秋っぽくないですか。これはね、目の下に入れるとめちゃくちゃ可愛いんですよ。本当にめちゃくちゃ可愛いんですよ。オレンジもあるし紫も持ってます。全部可愛いです。ダズショップの売ってる化粧品は全部センスがいいですね。私めっちゃダズショップ好きです。バーン、私の大好きなリップ4つです。1個ずつ紹介します。これがユズのマイナス2度、これブラウンですね。かなりブラウンです。マイナス2度って書いてるぐらいなので、結構うん、色味を下げてくれるっていう感じですね。これもレイヤー用のリップだと思います。上から重ねる。で、これディオールのリップグロウオイル4番です。色はつかないです、正直1本やと。だこれもツヤ出し用ですね。ほんでとにかく保湿がされるのでおすすめです。ほな次、これリカブラッシュの1番、オランジェットです。これは古川優香ちゃんプロデュースしてはったリップなんですけど、今までない感じの、だから韓国系のリップティントって着色結局最後ピンクなることないですか。私そういうイメージ強いんですけど、このオランジェットは元からこういうね、可愛い色なんですよ。これもまたもんで、これベースに使うと一切取れないのでおすすめします。で、これリップ最後、セルボークの09番ですね。さっきと似たような色ですけど、こういう色がね、秋は可愛いからな、こういう色です。これ去年めちゃくちゃ流行りましたよね。これあの濃くつけないで真ん中だけつけてグワーってやって、ほんでこのブローつけたら、あの夏にも使えるんですよ。秋からだけじゃないのですごく可愛くておすすめです。あとセルボークは色味がすごくおしゃれ。コスメはここまでです。疲れた。